林原さん育ての親、大月としみちさんのお話。皆さん、こんにちは。通りすがりのめぐっこ、リズです。さて、今回は、大月としみちさんのお話です。今回から、林原さんにゆかりのある人物シリーズ、と称しまして、不定期にですが、いろいろな方を紹介しようと思います。記念すべき第1弾は、大月としみちさんです。最近、めぐっこになった方は、馴染みがないかもしれないですが、おそらく、林原さんの声優人生において、なくてはならない存在、育ての親の一人というべき方です。まさに、第1弾にふさわしい方ですね。それでは行ってみましょう。林原ゆずみさんを語りたいんだチャンネル。さて、というわけで大月さんのお話なんですが、まず、この方が大月さんです。が、大月さんとは一体何者なのでしょう。簡単に言ってしまうと、キングレコードの偉い人です。他にもいろいろやられていますが、まあとりあえず、林原さんと大月さんの出会いは、ガンダム0080のイメージアルバム、サウンドスケッチ2になります。勘の言い方は、気づいたかもしれませんね。はい、そうです。林原さんとガンダム0080のアルバム、サウンドスケッチ2といえば、林原さんが初めてレコーディングをした曲、夜明けのシューティングスターです。以前の動画、夜明けのシューティングスターの回で、林原さんの歌を聴いて何かを見出した人がいる、その人は蝶がつくほどの重要人物だと言いましたが、その人は大月さんのことだったんです。はい、フラグ回収、完了。では、今回はその出会った時のことを大月さんの視点から見てみましょう。これも、林原さんの自伝エッセイ、明日があるさ、で語られています。ガンダム0080のイベントで、主題歌を歌うことになった林原さん。キーが合うかどうかのテストのためにスタジオを訪れましたが、林原さんは、大風邪をひいていました。困惑する大月さん。が、林原さんは、初めてスタジオで歌うというのにもかかわらず、全く物怖じしない、ものすごい度量の良さを見せ、大月さんに、ある意味、全くの新人類、と言わしめます。この時、バイタリティとスケールの大きさを、直感した大月さんは、この子は引っ張れば引っ張るほど、いろいろなものが出てくるに違いない、と感じ、その瞬間に林原さんに曲を作ることを決意したそうです。こうして、大月さんは林原さんの歌詞活動をする際のプロデューサーとなり、以降はほとんどの楽曲に携わるのです。ですが、大月さんは、かなり厳しい方らしく、林原さんに難しい歌ばかり歌わせていたそうです。実際、林原さんも、ラジオでアルバム制作時のことを話すときに、難しくて大変だった、とよく言っていました。例えば、アルバム、アンフルラージュの中に、イッツデスティニー、やっと巡り合えた、という歌が収録されていますが、林原さんはこの歌について、どうしよう、というくらい難しい曲でした、と語っています。大月さん曰く、僕は目線が下を向くのが大嫌いなので、林原にも、こんな難しい曲、歌えない、という曲ばかり歌わせている、だそうで、常に叱咤の中で、なんでこんな歌、歌えないの、なんでこんな詞しか書けないの、ちゃんと練習してきなさいって言ったでしょ、今日は中止、などなどガンガン言っていたそうで、だから僕は、林原にとって楽しい人ではなかったはず、と語っています。3回ほど泣かしたこともあるそうです。ですがそれは、大月さんの本気の表れ、とも言えたわけです。それだけ林原さんに期待をしていた、ということなんでしょう。大月さんは、林原さんに曲を作り始めた当時のことを、こう語っています。当時はまだ、声優が CD やアルバムを出すという概念は確立していなくて、最初の1枚は、暗中模索、2枚3枚と、ベスト版を挟みながら、そのうちに林原の歌の癖や、歌唱力がつかめてくる、それは、アニメのキャラではない林原めぐみを作る作業でもあった、そうしてできた一つの到達点がスフィアとなった、と。また、厳しくしたことについても、逆にそれが、すごく良くなったと思うし、その分、他の人より、レベルの高い、いいものを歌っていると思う、と語っています。林原さんも、そんな大月さんに負けじと壁を乗り越えてきたからこそ、多くの人を引きつける、素晴らしいアーティストになったのかもしれませんね。ちなみに、林原さんは、いろいろな方と交流がありますが、実はそこに、大月さんが関わっていたこともあるんです。例えば、奥井正美さんがそうです。奥井さんは、実は林原さんの曲の仮歌を歌っていた人でして、大月さんに誘われて、キングレコードでデビューをします。そしてなんと大月さん、奥井さんを、林原さんの歌のお手本として紹介したそうです。林原さんによると、大月さんに、あんたは表現力は自由自在なんだけど、歌唱力がない、と言われたらしく。
本物の歌手の人と組んで歌唱力を学びなさいとも言われたそうです。そこで紹介されたのが、奥井さんだったんですね。奥井さんはもともとはコーラスや仮歌を歌う人だったんですが、その歌唱力の高さに気づいた大月さんが、デビューをしないかと誘い、さらに林原さんに、歌うことはどういうことか、もっとこの子から表現力を盗みなさい、ということを言ったそうで。そうして二人が組んで歌った曲が、はいそうです。スレイヤーズ無印の主題歌、ゲットアロングと、くじけないから、です。林原さんは、あるインタビューで、そんな経緯もあって奥井さんのことを、歌の師と言っています。こんなところにも大月さんの仕事があったとは、まさに影の盾役者、というところでしょうか。今回は奥井正美さんを挙げましたが、実はまだ他にも大月さんが関わっている人がいます。まあ、それはまた別の動画でお話しします。では最後に、大月さんの経歴に触れたいと思います。大月さんは、音楽面はもちろん、アニメにもプロデューサーなどで、たくさんの作品に関わりました。林原さん関係だけでも、人気芋も、夢を抱きしめて、万能文化、猫娘、新世紀エヴァンゲリオン、スレイヤーズ、ロストユニバース、エヴァ級劇場版、エヴァ新劇場版などなど。あ、そうそう。実は大月さん、庵野監督とは古くからの友達でして、1992年に大月さんが庵野監督に、オリジナル企画でのテレビシリーズ制作の話を持ちかけます。庵野監督はその場でこれを受け、そうして作られたのが新世紀エヴァンゲリオンなんですよ。大月さん、こんなすごいことにも携わっていたんですね。そして、私は最初に大月さんのことをキングレコードの偉い人、と説明しましたが、どれくらい偉いのかと申しますと、専務取締役になるくらい偉かったです。さらに、1998年には、プロダクション IG の代表取締役社長である石川光久さんなどの支援を受けて、映像企画会社ガンジスを設立。代表取締役社長につきます。そして、2010年10月末からは、なんと、つぶらやプロダクションの取締役に就任。そんなことまでやっていたんですね。では、現在はどうなさっているのかと申しますと、2016年には、キングレコード専務取締役を退任し、2016年2月上旬からは、沖縄県宮古島市に移住。2017年に、つぶらやプロダクションの取締役を退任。さらに、2018年にはガンジスを生産。2019年時点で、業界からは完全に退いています。つまり、今はもう、林原さんと大月さんは、一緒に仕事はしていないことになります。ですが、まだまだ活躍中の林原さんを、大月さんも、宮古島から見守っているんでしょうね。さて、いかがだったでしょうか。林原さんは、よく、縁、についての話をします。その言葉をお借りして話しますと、林原さんと大月さんの出会いも、縁、と言えるのでしょう。林原さんも、その縁をとても、大事にしているみたいです。本気だからこそ、厳しく当たる大月さん。そんな大月さんに応えるように、壁を乗り越えてきた、林原さん。大月さんを悪く言うどころか、むしろ信頼を寄せている話を、よくされますからね。まさに、大月さんなくして、今の林原さんはなかった、ということなんだと思います。さて、というわけで、今回の動画はここまでです。もし気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。また、それは違ってるぞ、ですとか。自分はこんな話を知ってるよ、などのご意見もお待ちしております。それでは、また次回お会いしましょう。次回も絶対、See you again。おやすみ、バイバイ。